本の京都から参りました和田博史です。これはね、ニューヨークに、来た時にね、いろいろギャラリーから美術館回って、字のごとく世界は一つにならなければいけない、世界平和を願って書いた作品なんですね。その時に絵画でこういうダメージね、ダメージを結構、ダメージのある作品っていうのがニューヨークでかなりたくさんあったんですよ。だからその要素を自分なりに取り入れて、ニューヨークの人たちにが好みそうな感じに仕上げたのがこのダメージの入ってる作品ですね。まあ最初は、まあ字というよりも絵という感覚で見てもらって、絵という感覚で見てもらって、で、あ、これに字にはこういう意味があるんだというのを後から知ってもらって、ああこういうことなのかというね。ただ私はその伝統的な日本の書の伝統の殻を打ち破って、世界に通用するアートにしたいと、日本の書もやればここまでできるんだっていうのを皆さんに見ていただきたい。100年か、まあ、200年か分かんないですけど、その時間が経てば必ず分かる日がやってくると私は信じてるんで。